そのように主は必ずその問題からあなたを解放し、必ず平安を与えてくださいます。53節から56節。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気づいて、その辺りをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入って行かれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。数えきれない病人が癒されました。主の癒しは現実でした。主の奇跡を敵が否定できなかった理由は、主の癒しが現実のものだったからです。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はナザレの街道にて、ナザレの病人の癒し、送り出された十二弟子、バプテスマのヨハネの死、五千人が養われる、そして湖の上を歩かれる主というテーマで、マルコの福音書6章1節から56節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマルコの福音書7章1節から37節、パリサイ人への公然の非難、スロ・フェニキア人の悪霊に疲れた娘、デカポリスの耳が聞こえず口の聞けない人というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。Comment on our programs, want to give us a signal report, or simply ask a question. We would love to hear from you. Our email address is radio@reachbeyond.org.au. Reach Beyond Australia. Life-changing radio.